ホーカーシドレー P1154 は、イギリスのホーカーシドレーが開発していた、垂直離着陸機。ホーカーシドレー P1127 を発展させた、超音速戦闘攻撃機として開発が行われたが、1965年に開発中止となった。実機は製造されていない。ホーカーシドレーは1950年代後半より、水力変更方式による垂直離着陸機。 P1127 の開発を進めていた。P1127 は垂直離着陸の実験機として開発が進められ、1960年10月に初飛行にこぎつけることとなる。1961年8月に、NATO の NBMR-3 に基づき垂直離着陸、戦闘攻撃機の要求がなされた。これに対してフォーカーー、放還これは、 エンジンの全部廃棄に燃焼装置を付加する PCB 方式を採用してエンジン出力が強化されていた。P1150 案はさらに検討が続き、P1154 案として提出された。1962年5月に P1154 はミラージュ 3V と共に採用された。これにより P1154 の本格開発が開始されることとなる。なお、 開発費用は機体開発国が多くを負担するものとされた。P1154 についてはイギリス空軍及びイギリス海軍も興味を示し、1962年中に両者向けの機体も開発することとなった。空軍は短座攻撃機として、海軍は複座迎撃機としての機体を求めていた。P1154 は P1127 の 発展型であり水力変更方式のターボファンエンジンであるブリストルシドレー BS-100 エンジンを一気搭載する。PCB 方式も採用し、出力を 117KN まで増大。海軍型の機体の最高速度は M2 クラスを目指していた。機体の大きさも P1127 より大きくなっている。空軍型と海軍型では求められる速度性能や 機体搭載量が異なるため、主翼をはじめ細部は異なっていた。1963年に、海軍は、海 -4K を関西戦闘機として導入することとなり、P1154 はキャンセルした。空軍も1964年に、BAC チームソニックレーシング -2 へ注力するため、開発をキャンセルした。開発も遅延する見込みであったこともあり、 政府財政も厳しい状態であったことから、1965年に開発予算は打ち切られ、P1154 の開発は中止された。なお、実験機 P1127 の試験は継続されており、これを実用機に発展させ、フォーカアシドレーハリアーとなっている。左がイギリス空軍の短座式 P1154 と、右は、 イギリス海軍航空隊の従列複座型出展。ザ・ブリティッシュ・ファイター・シンス1912初面。性能武装客注意用文献。ありがとうございます。